牧英牧英は、民発の軍人。字は文英、民の後進の一人で、主元唱夫婦からは、養子として、可愛がられた。主な功績としては、雲南の平定など、庭園の出身。幼くして、孤児となったため、主元唱夫婦に拾われ、養子となる。この時、生を、主と改める。ただ、後に、幾多の功績を挙げてからは再び生を、 僕に戻すことを許されている。18歳にして、戸張り前といに任命され、人口を守護する。この後、さらに功を挙げてくらいを挙げていく。後部1十年、土番で反乱が起きたため東湯に従い、生成副将軍として、トルファンへ遠征。大公を挙げ、平成公に封ぜられるとともに、簡易世襲の鉄剣を授かる。翌年、東湯が病死すると、 生成将軍に就任。トルファンで、男女2万脳を捕虜とし、牧畜20万余を得る。後部14年、進む南右副将軍に任命される。進む南将軍、風とも乗りに従って、雲南へ出征し元の両王国の軍と戦う。この時、明軍と元軍は川を挟んで向かい合ったのであるが、牧衛は、奇襲部隊を引き連れ、敵の背後に回り込むと、 時期を見計らいドラや太鼓を打ち鳴らし、大軍がいるように見せかけながら、いきなりチョーク騎兵で攻撃を仕掛ける。驚いた元軍は、改装した。さらに遠く、雲南駅、逃亡する領を井戸に飛び込んで自殺させるまで、追い込んだ。雲南を平定すると、牧衛は、天州の鎮護を命じられる。牧衛は、天州において、農業政策を成功させ、 百万世の田畑を開墾し、また地水も充実させ、岩塩の商売で町を潤わせた。後部17年に、極安市で反乱が起こると、これの制圧に、また、後部20年に、波高市など、各地の反乱平定に従事する。後部二22年には、百恵比エビスの重え林発が乱を起こし、30万を、 引いて、底辺に攻め込むと、僕へは3万の兵で救援に向かう。この時、雲南の平坦状況は極度に悪化しており、加えて、反乱は雲南各地に拡大しているという困難な情勢であった。僕へは、トン策を用いて、平坦状況の改善に努め、合わせて連絡船の確保と反乱勢力の分断を、図り雲南の用地に、守るを設置していく。 これらの策によって、雲満の反乱勢力は弱体化したため、ここでも大勝利を挙げ、四万の首と三十七頭の像を、生け取りにし、ついに民は、雲満一体の平定に成功する。後部二十五年、皇太子の首相が死ぬと、主現象以上に嘆き悲しんだという。あまりに悲しんだものだから、僕衛は、病気になり、その年のうちに、雲南で死亡。 去年48、県令洋に追封され、更新として体素病に倍増された。時期的に主標の死後、主現象により大規模な粛清が始まる前に死んでいるので、その粛清には立ち会っていない。ありがとうございます。